市街化調整区域の土地買っていいんですかっていう質問多いんです。なので今日はこの動画、まずは結論から、町として将来性があり災害などの危険性がない、公道に接種していてその道が需要がある、水道整備や維持に問題がない、この場合買って良いと思います。買っちゃダメな場合ですね、将来性がない、災害の危険が非常に高い、道や水道に問題がある場合は買わない方がいいです。はい、こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿の本橋です。今日はですね、市街化調整区域っていう区域があるんです。その土地を買っちゃいけないのとかダメなのとかっていう質問多いので動画を作ってみました。まあこれから土地探し、家づくり、まあ中古住宅でも土地が市街化調整区域に入っていて、それ買っていいのかどうかって悩む方にぜひ見てほしいんです。まあこういう関係、建築関係法令を少しいろいろ今後解説していきたいなと思っているので、まあこれ買いました。これは、まあ基本建築関係法令集って言って、例えば建築士の試験の時にこれ持ち込んで試験受けたりするんですよ。こんなにたくさんあります。建築基準法だけじゃないんですよね。なので、まあ、今回は市街化調整区域のことをお話ししていきます。市街化調整区域ですね。知ってほしい建築関連法令、区域、地域、地区について。なぜ市街化調整区域があるのか。不動産売買時の説明を十分注意して聞いてください。買って良い市街化調整区域。買っちゃダメな、まあ、買っちゃダメって言い切れるものではないですけども、調整区域。最後、結論と対策になっていきます。まずは、知ってほしい建築関連法令ですね。この青本っていうのは、要約されているのかな。建築基準法とか、施工令が一番多いんですけども、この中の、例えばこれが都市計画法っていうところの欄があったりとか、知ってほしいのが建築基準法です。で、都市計画法ですね。今回、市街化調整区域っていう指定をするのが、都市計画法になっていきます。それ以外ちょっと覚えてほしいのついでに少しだけ覚えてほしいんですけども、住宅の品質確保の促進等に関する法律なんで長いんで、よく言われるのが品格法ですね。これが品格法とか建築物省エネ法、これが建築基準法で断熱の基準を定めるわけじゃないんです。この建築物省エネ法のところで今回は説明義務化になりましたけれども、2025年ぐらいには断熱の義務化が入るのが建築物省エネ法です。あとは休憩車地とか宅造とかですね、土砂災害、ここら辺は休憩車とか斜面地に対する法、安全に住まうための法令みたいな。あとは農地法ですね。農地法は実はこの中に載ってないんですね。知らなかったですけどほとんどみんないろんな法律がいっぱい網羅されてる。こんなんでよく試験受かりますよね。宅地建物取引業法、これはまあ業法なのであまり覚える必要性がないんですけれども、そこの中に重要事項説明とか宅建資産っていうような規定が入っているので、そこぐらいを軽く覚えておくといいのかなと思います。区域、地域、地区についてです。都市計画区域、都市計画区域外っていうのがある。日本全国都市計画区域に指定したところを都市計画区域で、それ以外のところを区域外です。都市計画区域の中の市街化区域と市街化調整区域に分けましょうっていうところがあります。さらにその市街化区域と市街化調整区域に以外の全く分けてない部分を、まあ、区域の定めのない都市計画区域みたいな、非常にややこしいですけど、よく言われるのが非線引き地域って言われてるところですね。そこは市街化調整でもないし市街化区域でもない、もうどっちかにしろよって言いたくなりますけど、ね、用途地域はさらに細かくいろんな用途、商業地域とか工業地域とか分けていこうっていう区域ですね。まあ調整地域でもそれができるとは思うんですけれども、地区計画や風地地区っていうまた細分化された地区、だんだん区域、地域、地区って形になると思うんですよね。地区は大きさも別に関係ないかもしれない。地域との混ざり合いみたいな。まあ、ここまでいくと何のことやらってなっていくの。一応図を描いてみました。この黒い丸が日本の国土ですよね。国土の中に、この黄色い円が都市計画区域っていうものです。その中にオレンジの線が、これが市街化ですよ。市街化していきましょうみたいな区域。青の線が、これが調整地域ですね。ここら辺には、ちょっと緑を残しましょう。畑を残しましょう。この真ん中にもあったりしますよね。それが区域
です。建築基準法が昭和25年に制定されたんです。建物を建ち始める、戦後からどんどん家が建ち始めた上で乱開発がどんどんされていってやばいぞって言って、昭和43年に都市計画法が出来上がった。だから都市計画法はかなり後に出来上がったっていうところも分かっていくとちょっと面白いかもしれない。なぜ市街化調整区域があるかですね。市街化調整区域とは市街化を抑制すべき区域、都市がどんどん大きくなって、まあ都市計画法っていうぐらいですから都市のことを考えた計画法なんです。各駅とか各市町村の一番大きなところだったりするんでしょうね。東京だとすごく大きい広い面積が都市計画区域、横浜は全部都市計画区域内にあってっていう形です。でその中で市街化をする区域と市街化を抑制する区域に分けようっていうのが昭和43年から始まった。で各地域で制定されたのは年代がバラバラです。で制定される前か後かっていうのもすごく重要な要素なんですよね。市街化調整区域、家が建っ、市街化調整区域は基本的に家を建てちゃいけない地域です。さらにこれ農地法が関わってくるんですけども、そもそも市街化調整区域は農地の部分が多かったり山だったりするとこ、自然を残そうっていうところが多いので、市街化調整区域の農地の登記上の農地というされているもの、もしくは実質上農地だったところをに家を建てるのはもう今の状態だと難しいですね。まあ基本的には親族の方がまあ、家を建てたいっていうのであれば建てられるとは思うんですけども、売ることも難しいし、その宅地に用地を変えることも難しいのが農地っていうところです。畑とかっていう地目があると難しいっていう、さらにそれがいつの年代でそうしたのかみたいなのもすごく大きく関わってくるっていう、非常に複雑なんですよね。それが市街化調整地区域って何だかっていうちょっと複雑な要件になってくるっていう形です。まあ、基本的には戦後復興の中、急速な市街化を防ぐために作られたっていうのがこの法律なんです。都市計画法は無計画な街づくりを計画的にしていくために、だから変なところに崖に作っちゃったり農地を潰して家を作っていってどんどん農地が減っていくのを防ぐための法律です。農地を守るためですね。危険な落開発もたくさんしていった中でこの法律ができたっていう。でも今後は都市計画全体を見直す時期になってると思うんです。で、そこを、この法律があるがゆえに変えられないっていう問題点も抱えています。不動産売買時の説明ですね。これ十分聞いてほしいんです。市街化調整区域を買う場合ですね。宅地、建物業法にて重要事項があって、家が建てられない、もしくは再建築ができないみたいなところはしっかり説明されるので、間違っても家が建てられない市街化調整区域の土地を買うことは、まあ、騙されることはないとは思うんですよね。買ったら、買って後で建てようと思ったら建てられないってことはないと思うんです。それは宅建業法にて重要事項で説明していないっていうことになっちゃうっていうところですかね。まあ注意してほしいのはですね、道路なんです。よくこれ本当に市街化調整区域の土地買っていいっていうのを相談が多い時に、私の一つの判断は道路が公道で ある場合は全然問題ないんじゃないですかっていう話をしています。接道していると、その土地に接道している道路が公道である。インフラっていうのは、まあ、都市とか町の中で道路を作ったり水道管入れたり下水道管入れたりっていう、この整備が非常にお金がかかりますよね。今後のインフラの整備だから、できるだけ行政としてはコンパクトにしていきたいんですよね。もう駅作ったらそこにわーっとみんな住んでくれと、それ以外農地にしようぜっていうのが、まあ本来行政として効率の良い生き方なんでしょうね。ただまあそこにはいろいろあるとは思うんですけどね。地盤、土地の成り立ちも結構重要なので、それも十分注意してほしいんです。例えば昔畑だったところなのか田んぼだったところなのかは全然地盤が違いますよね。なので、まあできれば農地じゃないところに購入するのがいいんですけど、別に農地がどんどん畑から広げていく、田んぼから広がってくる場所も多いですけどね。そういう成り立ちも分かった状態で買うっていう。境界の状態。まあこれはどの不動産購入でも大事なことですよね。境界がしっかり入ってますよって。建築規制の内容もしっかり確認しといた方がいいです。まあ中古で買う場合、あまり興味がないかもしれないですけど、いざ売却する場合とか建て替えをする場合にこんな規制があったんだっていうふうにならないように、建築規制、まあ、用途地域が定めて
られてなければ、それはどういう用途、憲兵率、容積率がどういうので、どういう法令がかかっているっていうのは説明はされると思うんですけどね、というところです。勝手良い市街化調整区域です。大規模開発で市街化調整区域を市街化にしていくっていう形、昭和43年に定められて、ここは市街化調整にしとこうみたいな行政もしちゃうんですよね、とりあえず。ただ、随分発展したなっていうところで、この調整地域に開発したいんだよっていう業者がいて、山一つ買って山を全部平らにして、で、そこに大規模な宅地を作ってっていうのは結構多かったですよね。で、その時に市街化調整地域だった場合もあるんです。で、それでも許可が下りるんですよね、許可があれば。で、市街化調整区域を市街化区域に変えるのって非常に多分大変です。いろんな政治の手続きがあって変えるのが大変だから、そのまま市街化調整区域に残っているっていう状態だっていうところです。それが大規模化です。だとしたら、これは逆に安心だなって、いっぱい皆さんが住んでるし、区画もとても綺麗だしっていう形。道路、これ何度も言います。道路は公道に移管されてるかっていうのが大事です。そういう大規模開発して山一軒持った方が開発するんです。大体会社としての場合もあるし、地主さんがいてっていう形で、各区画は売るんですよね。ただ、道路だけはその地主さんのまんまの場合、たまにあるんです。その場合、ちょっといろいろ困難なことが出てきちゃいます。道路整備とかが。で、その方がもういなかったりする。で、相続でいっぱいになっちゃってて、じゃあこれどうしたらこの道路を公道っていうか、例えば横浜と横浜市に買い取ってくれるとかになるのかっていうのは、非常に大変な状況になる可能性があるんです。この道路が私道だった場合ですね。なので、そもそも公道であるってことをまず確認した方がいいかなって思います。インフラの所有が行政。これもう施設管が全部入ってたとしたら、それ全部今後自分たちの住民がやる。で、住民がポツポツいなくなってきたら、どんどんもうその整備する費用が高額、めちゃくちゃ高額になってきちゃう。そうするともうこの街区自体、誰も住まなくなるっていうパターンになる可能性もあるので、インフラの所有ですね。で、将来性がある。これが一番難しいかもしれないんですが、隣接する市街化地域があるとかっていうんだったら私はいいと思うんですよね。もしくは、市街化区域の中にたまたま残された市街化調整区域があるみたいなところがあって、そういうところって、要は市街化に変えられないだけ、いろいろな手続きがあると思うので変えられないんですよ。反対があったりすると。で、そのまま残っちゃってるっていうだけの場合が多いですね。ハザードマップによって、これはどの土地を買うときにも大事な要素ですかね。買っちゃダメな市街化調整区域です。将来性がない。これ、考え難しいんですけど、すごい山の上の方にある別荘地みたいなイメージですかね。で、そこまでに水道を引く、もしくは井戸を掘ってみんなで使うような施設とか、そういう、水道が一番ネックになってきますかね。水道と道路っていうところですかね。それが非常にお金がかかるところだと、道路をずっと整備するのに、ものすごい費用がかかるけど、住んでるのは数世帯だっていうと、非常に困難なんですよね。その土地、住宅として維持できるかっていうのも判断してください。だから、普通に市街化されてるような市街化調整区域は全然問題ないんじゃないかなと思います。しかも道路が公道である。インフラ整備、もうこればっかりですね。道、上下水道が非常にコストがかからないってこと。さらに人口が少なくない。要はポツンと山の上に10世帯ぐらいあって、その道のりが5キロあるみたいな。そこがもし市街化調整区域に指定されてるんだとしたら、もうされてない可能性ありますよね、その場合ね。その場合はもっと悩んだ方がいいかもしれないんです。そもそも行動がない。ずっと施設の道を作った市街化調整区域の中の人、ポツンと一軒家みたいな感じですかね。水道利権に問題がある。水道利権に問題があるっていうのは、これもいろいろトラブルがありそうな感じですよね。この問題も普通の市街地だとほとんどないんですよね。それは公設水道だからっていうところなんで、これら辺の問題もしっかり調査をした方がいい。これ問題があると買わない方がいい。災害時にとても危険な場所っていうのがたまに出てきますし、もう売り出されてますよね。もともと市街化調整区域に建っていた家が あるとしたら、それが宅地っていう地目であるとしたら、この都市計画法が昭和43年に制定されて、そこに線引きがされた以前に建っているんだと、それずっと建て替えができるんですよね。そういう状態の市街化調整区域も売りに出されますので、
そういう時に十分注意をしてください。結論と対策です。木に隣接する調整区域は比較的安全かなとは思います。完全な辺境地は自立住宅の決心も、もう水道は井戸からもしくは沢から、まあ、下水は浄化槽があればいい、で電力は太陽光でっていう自立循環型を目指すんだったら、もう人が嫌いだったら山奥に、私も本当に完全自立循環で過ごしたいなって思うこともあるけれども、やっぱり居酒屋だったりデパート行きたいっていう時もあるので、あんまり私は完全に人里を離れたくはないとは思ってますけどね。戦後復興の状態から今後都市計画の見直しが必要なんです。もうそれはすごく皆さん感じてると思います。行政の人も市街化が出来上がって、それがかなり戦後から古くなって、建て替えをしなきゃいけない、耐震化をしなきゃいけないっていう中で、どんどん古いのが中心街に残って、もうドーナツ現象っていう形で周りが新しい新興住宅になってしまってるっていうか、そういう都市が多いので、それをうまくなんかガラガラポンできると本当はいいんですよね。シティスカイラインズみたいに、もう都市計画道路をバンバン自分たちで作れるようになるといいんですが、そうするとそれって民主主義的なことじゃないですからね。まあだから法律改正が非常に大変かなと思います。土地の将来性を大きな視点で実際は見るのが、これから買う方の大事な要素かなと思うんです。ここの場所、この町は、この大きな都市の中でどういう位置があるんだろうっていうのを見ながら、で将来性を見ながら買う、その地域を買うっていうのが大事かなと思います。市街化区域だから安心っていうわけでもないんです。これも昭和43年に制定されてから、いやもうここは市街化だっていうふうにしてしまったっていう部分があるんです。それを市街化区域を市街化調整区域に逆に指定することはまず無理ですよね。まず無理だから、市街化区域になっちゃった良くない部分もたくさんあるっていうのも理解してください。地域の特性を生かした街づくりが今後はすごく重要な要素になってくるんじゃないかなと思います。今後大きな課題がここら辺、街づくりっていうところにあると私は思ってます。はい、今日は市街化調整区域買っていいのか、まあ結論からすれば一番最初に言ったような形です。大事なのは道と水道かな。水道、これがずっと維持できる可能性があるのであれば問題はないかなとは思ってます。あとは災害に少ない方がやっぱいいですよね。今日は以上になります。ありがとうございました。さようなら。